アレクサンドル・オレクサンドロビチ・ドルゴポロフは、ウクライナ・ケ府フ出身の元男子、プロテニス選手。2011年 BNP パリはオープン男子ダブルス、優勝。2011年全豪オープン男子シ,シングルスで、ベスト8入り。これまでに ATP ツアーで、シングルス3勝、ダブルス1勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス13位、ダブルス42位で、 ウクライナのナンバーワンプレイヤー。身長180センチメートル、体重71キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。救命は、オレクサンドル・ドルゴポロフ・ジュニアで2010年5月に、改名した。アンドレイ・メドベデフのコーチだった父のオレクサンドル・ドルゴポロフの手ほどきで3歳からテニスを始める。母のエレナは体操競技の選手で、欧州選手権で、 金メダルと銀メダルを獲得したことがある。2006年にプロに転向。2007年全豪オープンから4大大会の予選に挑戦を始め、3年後の2010年全仏オープンで本戦初出場を果たし、1回戦でアルノー・クレマンを3から6、7から6、3から6、6から3、6から3で、2回戦でフェルナンド・ゴンサレスを6から3、6から4、 6から3で破り3回戦に進出した。2011年全豪オープンでは、本戦初出場ながら、快進撃を続け、3回戦で、第13シードのジョー・ウィルフリード・ツンガを3から6、6から3、3から6、6から1、6から1で、4回戦で第4シードのロビン、セーデリングを1から6、6から3、6から1、4から6、 6から2で破るベスト8に進出する。準々決勝では、第5シードのアンディ・マリーに5から7、3から6、7から6、3から6で破れた。2月のブラジルオープンでは、ツアー初の決勝に進出。ニコラス・アルマグロに3から6、6から7で破れて、準優勝となった。メキシコオープンでもベスト4に進出した。3月の BNP パリバオープンでは、 グザビエ・マリスと、組北京五輪金メダルのロジャー・フェデラー&、スタニスラス・ワウリン・カクミを、6から4、6から7、10から7で破り、ツアー初のダブルスのタイトルを獲得した。7月のクロアチアオープンでは、シングルス決勝で、地元のマリーン・チリッチを6から4、3から6、6から3で破り、シングルス初優勝を果たした。2012年8月のシティオープンでは、決勝で、 トミーハースを6-7、6-4、6-1で破りツアー2勝目を挙げた。2014年2月のリオオープンでは決勝でラファエル・ナダルに敗れたが3月の BNP パリはオープンでは3回戦でラファエル・ナダルを6から3、3から6、7から6で破り世界ランキング1位に初めて勝利しベスト4に進出した。マイアミオープンでは 世界3位のスタンワウリンカを破りベスト8進出。2015年1月、ブリスベン国際に西コリ系とダブルスを組んで出場。準優勝を飾る。2015年8月のシンシナティマスターズでは、第4シードの西コリ系が大会直前に欠場したため、予選通過者の中から抽選で選ばれたドルゴポロフが、西寄りの第4シードの枠に入った。 そしてバーナード・トミック、イエジ・ヤノビツ、第6シードのトマーシュベルディハに勝利し、準決勝進出、準決勝では、第1シードのノバク・ジョコビッチに敗れるも第1セットを取る検討を見せた。2016年のホップマンカップで、エリナ・スビトリナと並んで、ウクライナを代表した。ジャック・ソック、イジー・ベセリー、レートン・ヒュイットとのシングルマッチで優勝を遂げた。 ドルゴポロフとスビトリナは、ラウンドロビンフでのグループ勝者であり、オーストラリアグリーンチームとの決勝戦に出場したが、ドルゴポロフは、ニックキリオスに36、46で敗れた。その後、ドルゴポロフは2016年ウィンブルドン選手権に出場し、苦戦した末に4セットで、ロシアのエフゲニードンスコイを破り、2回戦で、ダニエル・エバンスにストレートで敗れた。シティオープンに、 第11シード出場。2回戦で、オーストラリアの若手ジョーダン・トンプソンと対戦し、勝利。3回戦で、サムクエリーにストレートで敗れました。その後、ドルゴポロフは2016年のロジャーズカップに出場し、1回戦で、ドナルド・ヤングにストレートで敗れた。不調の1年間となり、最終ランキングは62位だった。二千十七年二月のアルゼンチンオープンでは三年ぶりに、 ツアー決勝進出。決勝では西湖リケの中7から6、6から4で勝利し、5年ぶりのツアー優勝を果たした。2018年は BNL イタリア国際を最後に手首の怪我により欠場した。2019年5月22日に自身の SNS で復帰について言及した。2021年5月1日に現役を引退することを発表。ドルゴポロフは 人生すべてをかけた素晴らしい道のりだった。みんなが僕のプレーで楽しんでくれたことを祈っている。僕自身自分のテニスはとても面白かったと語った。記録などは破ることができなかったけどファンが楽しめればそれでいい。3年前の全豪オープンの練習中に手首を痛めた。その時は大きな怪我にはならないと思っていたけどまさかそれでキャリアを終えることになるとは。 考えもしなかった。数年間挑戦して2度の手術を行ったけど、痛みは消えなかったと引退までの経緯を明かし、2018年の試合を最後に引退することになった。これまで、ウクライナ出身のテニス選手が活躍することがなかったが、ドルゴポロフが、ウクライナ最高のテニス選手ということ、ウクライナと世界中のファンに驚きと感動を与えた、ことは言うまでもない。 ウクライナナンバーワンの実力で過去のウクライナ出身のテニス選手たちの中で最も活躍してきた選手。プレースタイルとしては超攻撃的なベースライナーであり、バコラーと呼ばれる。角張った感じのフォームから繰り出される強烈なフラットショットを主体としたストロークが特徴。フォアハンドは強烈なフラットショット、バックハンドはフラットショットと強烈に吸った。 よく滑るスライスショット、ドロップショットを使う。サーブは足をバネのようにうまく使い、低いトスからクイックモーションでサーブする。そのスピードは時速2 0 0トルを超えることがあり、エースを連発する。サーブもストローク同様、威力とスピードがあり、相手が反動できずに決まってしまうほどの威力がある。ネットプレイもうまく強打で相手を乱し、チャンスを作っては、 ボレーや強烈なスマッシュを叩き込む。威力のある兄弟以外にも、運動神経の良さが分かる反射神経や足の速さ、クレーコートでもブレない、体幹の良さも強みでもある。得意なサーフェスは、プレースタイルからハードコートが得意だが、クレーコートでもタイトルを残しているのでクレーコートでも強い。弱点としては、そのハードなプレースタイルゆえに怪我が多く、治療のためにツアーを離れることが多いこと。 他には劣勢になった時や不調の時のメンタル面での弱さも見受けられる。ラケットは2014年版のウィルソンのプロスタフ97を愛用し続けている。グリップテープやラケットバック、振動止めなどラケット関係はウィルソンだがストリングは詳しくは分かっていない。おそらく縦横ともにいる騎士ンの 4G を使用していると思われる。テンションは不明。シューズは ウェアと同じメーカーを使用しており、アディダス、ホマ、ディアドラとドルゴポロフのスポンサー契約の状況によって異なる。2018年の引退間近にはディアドラを使用しており、引退した2020年現在でもウェアシューズはディアドラ、ラケットはウィルソンを使用し続けている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、 R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格。 NH イコール開催なし。ありがとうございます。